はい、皆さんおはようございます。丸見ですということです。さあ今回は豊砂ダムに来ております。水温は15度ぐらいなのかな、13度ぐらいなのかな、まあそんなところでございますけれども、今日ねちょっと魚探がないんだよね。うん、ちょっと魚探のね新漁師ポールがね折れたということで今日はないんだけど、まあ天候がねもうねローライトの雨で、午後からはね結構風も吹くということで、もうねシャロしかやりませんよ僕は。だから魚探があってもなくてもね、まあ、あんまりいいかなみたいな。本当は沖のねストラクチャーとかをね魚探で探しながら釣りをするっていうのは結構僕の普段のやり方なんだけど、もう今日はねないからやれないから、ある意味釣りに集中してねやっていこうかなというところでございますけれども、さあ今ね投げてるのがね、こちらまだ経験値が全くほぼないイボークゼロ120でございます。これね、そしてこれタックル、はい、ちょっと中古で買っちゃいました、フルレンジ C60MH、 見えるかな C60MH、 いいね、ちょっとショートロッター目覚めてきちゃったかもしれない。使いよかったらねこれもう1本2本足しちゃおっかなみたいな感じでね思っているんですけど、うちというよりはね巻き、こういうちょっとビッグ系のもので巻くものをねこのロッドにねお願いしてみようかなというところなんだけど、前情報として、ね、よく曲がるっていうのを聞いてたんだけど、確かにね曲がる、こう部屋でねこう曲げてみたんだけど結構曲がる。で使いやすいね、やっぱショートロッドいいわ。普段ね66をね俺基本使ってるんだけど、この60にしても、ね、特に、ね、違和感ない、むしろ使いやすいかも。この水辺をねこつることがないというか、そういう心配がよりなくなったから。出してもね、まあ、決まる。ああ、これは面白い。イボークゼロも面白いし、ショートロッドいいわ。6フィートいいね。はい、じゃあこちらバスタークを今投げております。ね、これを選んだ理由はね、まあ、イメージはちょっとね、野良ネズミな感じでもあるんだけど、野良ネズミよりね、音でね、アピールできる。ポップ音。ってことで、あ、出てきた。小せえな。はい、デカダッチ。みんな好きでしょ、これ。ねえ。よし。あ、さすがにちょっと重いな。このロッドじゃ。だけど、ショートロッドいいわ。使いやすい。もうちょっとさ、で水温が低いから12度だからちょっと下ろう。本湖の方が水があったかそう。やべって言ってもこれ投げられないことはないな。出ねえかな。まあ、足早にどんどん行こう。いいな、濁りは。あ、ジグストやりたくなるね。ほら、釣れそうでしょね。ちょっとルバー変えます。さすがに打つわ、ちょっと打つわ、さすがに打つ。さあ、準備できました。丸見くんがジグストをね、やりつつと、あそこはね打ちたい。さあ行きましょう。青野郎インレット浅そうだな。
よし、食った食った取ってる。よし、食った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 。ちょっとね、いつもよりね、おーでかいでかいでかい。よし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 、バラすなよ、50ある。よし、あぶねあぶね。よっしゃー、いい。ふぅー、あ、でかい40アップだよ。ジグポップ強えな。よいしょ、うわ、でかい。うわ、顎がっついな。45あるんじゃないこれ。でかい、いきなり来た。よいしょ、うわ、でかい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 。もうサバ読んで50にしちゃうねえ、このゆるゆる系 YouTuber。 あ、マジで50ある。え、マジか。あ、50だ。あ、マジだ。予期せぬ50、マジ？こうでしょ？口と G。 ちょっと待って、暴れないで。え、マジで口と G。 お開き、やば！ 50.5 出た。マジかよ、マジか。俺だぞ、マジか。出た、50。皆さん、コバス王の俺が、50。マジか。今日俺36ぐらいまでしか釣れないと思ってたんだよな。マジか。やば。でけえと思ったけど。でかいでしょ。ジグスト。いつものね。うわ、もう取れねえ。がっつりフッキングしちゃってて。あ、船長セット。やば。みんな、ゴボスローの俺が、50釣ったよ、とうとう。およそ2年半ぶり。いやー、自分の釣りで、50。ありがとう。よいしょ。ああ、ありがとうね。ああ、やっぱジグスト強えな。これ、もうヘニャヘニャだけど使いすぎて。さあ今釣ったのね、これですよ。ああ、レイドジャパンのね、マスタージグの 11g に、もう痩せちゃってるけどね。ピックダディの、まあ、ピックダディだね。一番でかいやつのジグスト。やばいね。来たよ、やばいでしょ。これはね、あの、セコ船長セットですね。うん。この間 57.5 をね、セコ船長が釣ったのが、まあ、このぐらいかな。ちょっと重さがね、ジグヘッドの重さがいくつだったかちょっと忘れちゃったけど、9かな。うん。ってところ。でね、こう。今日今ちょっとノーマルのねリールをねつけてるんだけど、まあ、それで、まあ、結構ゆっくりめにねこうスト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 してたイメージで、こうパパパパパパって細かいやつじゃなくて、割とこうねボヨンボヨンボヨンって、これなんて言うんだっけな、川村幸太郎さんっぽい感じのねストかな。でもなんかね、今まで俺が知っているジグストとはね、当たり方がちょっと違ったのと、あとは上がってきた魚が全く暴れなかったね。来ちゃったよ、2021年。ねえ、マルミッション50アップを1本釣るよミッションが、この11月の今日は22。ねえ、もう年末控えて、魚ももう釣るの渋くなってきましたよっていうところで、このジグストよ、フルサイズジグよ。いやー、嬉しいな。自分の好きなタックルだけで自分に釣れる魚を探していく。あー、くわー、マジ嬉しい。ぜひね、皆さんジグストもう見たまんま、こんな感じよ、こんな感じ。あー、ローライトの豊洲さん。
いやいいわ。はい、じゃあね、次これギルロイドベビーのリップをね、こうなんか首振りタイプにね、カスタムっていうか付け替えてるやつね。こいつで泳がせたり、こう首振らせたり、ステイさせたり、まあそんなところでちょっとやっていこうかなと思うんだけど、表層でできる感じじゃないと思うかもな。なんとも言えないけど、グリピタみたいなね、グリグリグリピタみたいなのもいいよね。このギルロイドベビーはね、ちょっとね、ノーマルリップとこの首振りリップ両方ね使いたいから、あのもう一個ね買うことに決めました。もう今日50アップ記念でもう一個買おう。これで伝うじゃないけど。はい、じゃあこれね、スティーズスプーンでございます。1と4分の1かな、ヒューオ、ヒューオカラーでございます。やばいっしょ、これワクワクセットだから、うわすっげえヒラヒラしてる、やば。これをね、あそこにねぶっ込むわけですよ。やばいね、もうワクワクが止まらないね。いくよ、どうする、釣れちゃったら55とか、やばいでしょ、ワクワクするでしょねえ。ワクワクフィッシングだからね、やっぱり基本は。はい、使い方はね分かってないかんね。ああ、フォールでしょ、フォール、とりあえず。なんかヒラヒラしてるからさ、こう全部が当たりみたいだね、こうパッパッパッパンってラインが。で3時から12時こうねやって落とすとか、あとはこうパンパンパンってやるんだけど、なんかね、俺はねもう3時と12時っていうぐらいだったら、3時、2時、1時、12時みたいなイメージでね、3、2、1みたいな感じで上げていってもいいかなと思ってます。丸みのワクワクフィッシング、すげえ釣れそうじゃない。くぅ、ゴミ拾ってる、怖え、根がかりそうだよ。うぅ、ひらひらいってる。これでちょっと腹ず緩めずを、このぐらいかな、このぐらい、このぐらい、コーンって来い、コーンって。でちょっとサミングしながら、すごい当たってるみたいだね、わかる、このラインの動き合ってるのかな、これで使い方。うわ怖え、出なかった危ないよ、もっと放置した方がいいな、着底して5秒ぐらい待ってみよう、5秒10秒、とりあえず完全ドフリーで落として、ノーテンションで完全に落として、落ちたね、もう着底してるね。こっからちょっと動かしてみる、1、2、3、4、5、いないな。はい、じゃあ次これね、2021年ダイバー新製品バンクフラッタ、大好きこれ。もう一回ね釣ったけどね、あのね、ダイバーのね佐々木克也さん好きだわ。あの一生懸命な感じとかめっちゃ好きね。陸王とかで負けてこう涙とか流しちゃうあの熱い感じ好きだわ好きだわ、マジで応援したい。いつかね陸王とかで優勝するところを見てみたいしね、この暴走とかでねちょっと やってるのとか見れたらねすげえ嬉しいなと思うね。霞とかなんでしょ、あのメインが霞のおかっぱりなのかな。暴走来てよ佐々木さん。
ボソボソ、バンクフラッターとなんて、なんかシュリンピードとかだっけ、ああいうのでさ、ちょっと佐々木さんらしい釣りで、ちょっとこの豊洲だ、うん、来てくんないかな。テレレレテレー、ブラストボーン。もうね、おそらく死んでるかもしれない。死んでる宣告も受けた。だけどやっぱり諦められない僕は今日も投げます。まだね、見切られると思うんですよ、ゆっくりやりすぎると。だからちょっと早め、ちょん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 、もうちょっとゆっくりめかな。いや、まあ投げやすい。ビッグベイトとかいいよ、この 6660MH。 多分釣ったことねえけど。はい、じゃあこちらスティーズクランクいきましょう。いや、ずっとね、こうなんか表層系でバーンって出るのとかをね、映像に撮れたらね、いいなと思って、やってたんだけど、やっぱちょっとね、反応がない。まあ、羽物、イボーク、ギュロイドベビーみたいなね、あとブラストボーンとか、まあ、そういうのもやったんだけど、ちょっと上目のやつやったけどダメで、もうしょうがなく今このクランクちょっと潜るやつにね変えました。で、400を選んだ理由は、岩盤とかでも、要はもういきなりこうね入ってくれる感じの方がいいかなと思って。まあ、TD ハイパークランクもね、あるんですよ、チタンリップのやつね。あれでもいいかなと思ったんだけど、まあ、なんとなくスティーズクランクの400にしております。で、あとは、まあ、ちょっとねゆっくり巻いて、あんまり深く入らせすぎないみたいなところもね、ちょっとやってみたいなと思って、これで。おー、食ったかと思った。おー、なんだろうな、ボトムのなんか木とかにちょっと当たったんだろうね、ゴゴンみたいな感じ。やば、あるよあるよこれね。さあ、じゃあ東の筋のね、上流方面でもう結構チャニゴリ仕切り直し。今ね、ちょっと水温測ったらね 14.7 度、結構高いね、思いのほか。15度近い、ちょっと下れば15ぐらいあるかもしれない。うーん、まあ今日ね、南風、天、まあ雨だけど南風がね入ってきてて、結構気温自体はね寒くない。俺もこのレインジャケットプラス、まあ、ロンティー1枚ですよ、下は。まあ、いつもこんなだけどね、まあ、デブですから、ええ、寒くないんですよ。ということでね、まあ、またちょっとやっていくんだけど、どうしようかな今ね。まあいろいろ本当ね、今日はねやってて、中層表層トップ、まあ、岩盤際のボトムとかね、そういうところもやってんだけど、もう反応がないんだよね。ちょっとジグポークじゃなくてジグワームで、やってみようかな。さあ、こちらオイスピー0番ジグの2分の1プラスドライブバービーね、4インチのこのジグワームでいきたいと思います。ジグポークよりもね、こうボトムに着底した時にね、こうボワンってね、なる。ポークはね、もうひねひねすぎて、ついた瞬間ピニャってね、ピニャってもう畳まれちゃうから、それをボトムでちょっとアクションするには、まあジグワームの方がね、俺は適してると思っているから。で、ジグワームといったらもう OSP の01ジグプラスビーバーというところですね。まあ絶大な信頼と実績の組み合わせでございます。はい、でこれだったらもう本当の意味でね、総合能力がこれが一番高いと思うよ、あの打てる負ける置ける。さあ、これね、あと30分、2021年ダイワの新製品バンクフラッター。もう大雨だからさ、こうなったら跳ね物でしょって思ってる。もっとねでかい NZ とかでもいいんだけど、まあ、バンクフラッターでね、これリスナーさんからもらったルアーだから、こいつを、まあ、入魂はしてるんだけど、もう一本釣りたいかなっていう気持ち。せっかくねいただいたルアーですからね、まだ豊では入魂してないから、
風だ。うわー、よそ見してた。出た。よし。出た。滝いるよ。滝にいる。出た。もう一回出ろ。滝パターンがあるよ、まだ。出た。全然乗らなかったけどね。ちょっと一瞬よそ見してたけど。ブンってね、最後で、なんかボーンっていうのは見えたよ。全くバイトミスしたな。なんかルアーにをちょっと持ち上げた感じ。ダメか。いや、滝の跳ね物パターンはあったな。でもいいじゃん、ここでこのルアーを投入できてることがいいよね。うん、とりあえずやっぱこの雨足が強くなったら跳ね物っていう感じ。いいんじゃない、上手くなってるよ。うわ、惜しかったな。うん、どんぐらいだろう。まあ小さくはなさそうだったけど、40ぐらいはあったのかな。なんかあの鬼バイトって感じじゃなかったな、多分。バゴーンみたいな感じじゃない。